こんにちは、花山さん。今日はね、5月9日ですね。実は今日は母の日っていうやつじゃなかったかなと思います。もちろん普段から花山さんね、感謝の気持ちあると思いますけども、まあ、こういう日にかこつけてですね、思いを形にするチャンスができるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、逆にですね、こういうふうな、まあ、いわゆる誰かが決めた世間でいうね、母の日にすら何もできなかったら、ちょっとね、なんか引っかかるものがあるかなと感じる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。まあとかくね、誕生日とか何かの日っていうのはそれほど意識してないんですけども、そういう時に何かされると、まあね、やっぱりこう相当なひねくれ者でない限りは嬉しいなとちょっと感じるもんだと思いますよね。で、かくいう私もね、今日はまあ母の日といえば3人の母がいますんでね、まあ1人は私の母でしょ。で、これはね、今日ねちょっと贈り物をするつもりなんですよ。で、2人目の母は奥さんのお母さんですね。これは昨日クール宅急便で、贈り物しました。で、あとは3人目の母っていうのは私の奥さんですね。それは大和くんの母なわけなんですよ。で、大和くんは母の日って意識がありませんから、大和くんの心になり変わってね、なんかプレゼントだなと思った時に、私の通ってるね、インターナショナルスクール、私の大和くんの通ってるかインターナショナルスクールで母の日のプレゼントを作ってたんですよね。なんかね、そのこう使い捨ての紙のお皿があるじゃないですか。あれに、まあ、笑顔を貼り付けてね、で、マミーズデイって書いてあった、その、まあ、メダルというかワッペンみたいなのをね作ってるんですよね。もちろんこれ大和くん作ったわけじゃなくて、職員さんが作ってくれたのを、まあ、大和くんからの贈り物みたいな形でねしてくれたんでしょうけども、大和くんもなんかもしかしたら貼り合わせるぐらいのことなんかねさせたのかもしれないですけどね。まあでもそういうものが、大和くんは全然意識してないんだけども、食卓にポンと乗ることによってね、なんかすごく良かったなみたいなね、そんな感じになりました。まあこれは別動画がありますんで、よろしかったらね、この動画の概要欄につけておきますのでご覧いただければと思います。私の作った食卓に大和くんからのプレゼントがこうあるみたいなね。で、あとママの帰りを待っている私と大和くんみたいな感じですね。今日ママはね、眉毛の、なんですかね、眉毛を切るところに行ってたんで、ちょっと出かけてたんですよ。で、その帰りがちょうど5時ぐらいになったんで、それを待ち構えて、お母さんおめでとうみたいなね、お母さんありがとうみたいなことをね、大和くんに代わって私がやるわけなんですけどね、こういう風なね、行事ごと好きなんですよね、私もね。まあ、暇だからできるってところもありますし、忙しい時はね、それこそクリスマスも正月もなんもなかったですね。もちろん店やってたんで、店でお客さんに対してやってたっていうのがありますけども、お客さんに対してはやるけども、自分の身内には全くできなかったみたいなことがありました。ということでね、これから私ね思うんですけども、これから必須の能力、それは何かっていうと、在宅で仕事ができる能力なんじゃないかなと思うんですよ。全部じゃなくてもいいんで、在宅での仕事の収入の割合が、まあなんていうか、7、8割、まあ、もしくは過半数にならないとまずいなと思うんですよ。会社にお勤めの方でも、会社に行く前に全てのことが在宅で完了していて、それで会社にはそれの補填に行くだけとかね、そんなスタイルになるんじゃないかと思うんですよ。だから出勤回数が極端に減る未来が私には見えてきます。私が幼い頃っていうのは、会社もそれから学校も在宅でできるっていう風なね、未来像を描いていたんですよ。まさにそれがちょっと時間遅れてきたんじゃないかなと思います。私たちは先回りして、在宅で学んで、在宅でパフォーマンスを出してお金を稼ぐみたいなことをしておく、そんな道にこれからね足を踏み入れるんじゃないかなと思います。まあ私にもしてもそうですし、花山さんにしてもそうなんですけども、それをちょっと早めにやってるってことなんですよね。だから全然時代にそぐわないことでも何でもなくって、半歩先を行ってたのかなと思いますよね。そしてこれはですね、5年後とか10年後にはますます顕著になってくると思います。まあ本当にね、すごい世界になると思いますよ。ここに大きな二極化が現れます。出勤という概念を持つ人と、出勤という概念を持たない人、どちらが時間をたくさん持って、どちらが自由なお金をたくさん手にするか、こういう時代に来たんじゃないかなと思います。もちろんその中には絶対にね、決済手段として暗号通貨とかなんとかペイっていうのも入ってきますからね。それは世界の流れを見てればわかる。中国、アメリカ、この2つの大きな大国っていうのはもうすでにその世界に入ってるんですよね。そして所得が低く、人生の時間がなかなか持てない人っていうのはやっぱりね、出勤に偏ってるんだ、そんな気がしますね。これはね、これからも
ますます分析していかなくてはいけませんけども、やっぱりね、家族と共に過ごす、家族で一つの収入を作っていく、そんな新しい家内製手工業みたいなのがね、到来するんではないかなって気がしますね。はい、本日は母の日にちなんでですね、個人的なストーリーとそこから展開される未来像について語ってみました。いかがでしょうか。それでは失礼します。